こんばんは。今回また新たなオープニングをちょっと作ってみたんですが、今日放送する内容は先週の日曜日ですね、レインボータウン FM に出演しますというふうなお話を冒頭で入れたんですが、そちらの放送内容を、ぜひ YouTube の方でも流していただいて大丈夫ですよというふうに許可をいただきましたので、こちらの方で流させていただくこととなりました。いつものセパラジとは少し違う内容になりますが、ぜひ聞いてみてください。アスリート夫婦のアスリートライフ、2回目の放送になりました。ジャパンキックボクシング協会ミドル級王者今野明と、元女子キックボクシング日本ランキング1位、現サップ2019年のインフレータブル 12.6 フィートポイントランキング1位、リュウコがお送りするアスリート夫婦のアスリートライフ。スポーツには無限の可能性、無限のエネルギー、無限の夢が広がります。チャレンジする人を応援して、チャレンジする人を増やしていく、そんな番組にしていこうと考えています。東京メトロ東西線木場駅から歩いて2分、深川ギャザリア内レインボータウン FM よりお届けしております。この番組は様々な競技のアスリート、特にマイナーと呼ばれるスポーツの日本トップアスリートをお招きして、どうやってそのスポーツに出会ったのか、そして自分がやっているスポーツに出会った時にどのような可能性を感じたのか、これからどんなことにチャレンジしていきたいか、そんなことを聞いて、スポーツやスポーツをやっているアスリートを身近に感じていただいて、皆さんもアスリートと同じように自分の目標、自分の勝利、そういったところに向かってチャレンジしていく、そんなアスリートライフを送ってもらうための番組です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。いただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。SSC シェアハピラジオのホームページからこちらの番組宛てにお送りくださいね。ということで、本日は初めてのゲスト、お迎えするということで、この方はスポーツ以外でも、ね、いろんなイベントとかでご一緒にしていて、まあ、ちょっと仲良しということで、今日来ていただきました。紹介したいと思います。元セパタクロー日本代表、 NPO 法人富士見セパタクロークラブアタッカー兼ヘッドコーチ、コアコンディショニングトレーナーをしている林正則選手です。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、普段は、仲良しなので、はい、まあ、のりくんっていう風に呼んでるんですけども、ね、はい、今日はあの皆さんにね、セパタクローっていうのと林正則選手っていうのを知ってもらいたいので、今日林選手という感じでやっていければなと思いますけど、はい、はい、よろしいでしょうか。大丈夫です。お願いします。OK です。よろしくお願いします。それでは、セパタクローのことだったり林選手にいろいろと聞いていきたいと思うんですけども、うんうん、まずは、うん、まあ、スポーツを始めたきっかけ、はい、そのっていうところを聞いてみます。はい、セパタクローなのか、それともセパタクローが初めじゃないのかっていう、はい、そういったところを聞いていきたいなと思いますけど、どうなんでしょう。はい、まあ、初めは小学校からサッカーをやってました、高校生まで。うん、はいはい、でセパタクローに出会ったのはその高校生の授業だったんですけれども、その授業でスポーツっていうのがあって、はい、その中に、まあ、ゴルフだったりゲートボールだったり、うん、まあ、野球とかいろんな競技ある中でセパタクローっていうのがたまたま名前で発見して、うん、セパタクローを授業で、そうです、授業で、珍しい、はい、珍しく日本で多分唯一だったと思うんですけど、その説明欄に足でやるバレーボールっていう風に記載があって、まあ、サッカー部の仲間たちとやってみるみたいなノリで始めたのが本当出会いのきっかけで、なるほど、はい、でそれやったら、まあ、すごく難しい、はい、サッカーで足は得意だと思ってたんですけど、うん、まあ本当に難しくて全然できなくて、うん、できないのがちょっと面白いみたいな感じてしまって、うん、2年生になってもその授業を取って始めたら、当時講師として来ていただいたのが現役の代表選手で、はい、その方に個別に声をかけていただいて、はい、セパタクローを本格的に始めるっていうのが始めたきっかけになりますね。でもその高校生の時はサッカーをまだ真剣にやってた時ですね。はい、やってました、はい、部活動で入ってましたし、あの当時僕の同級生にラグビーのキャプテンやってた人間もいたので、はいはい、高校生でサッカーとラグビーとセパタクローと3つやってました。それは可能なんですか、その3つもやるっていうのは。そうですね、時間ずらしてだとか、サッカーも
最後まで練習出なくて、うん、途中で抜けて電車に乗って、セパタクロー の、 あの日本体育大学の同好会だったんですけど、当時はその練習に特別に参加させていただいて、うん、そこに向かって練習して、夜もう9時とか10時ぐらいに家に帰るみたいなのを続けてましたね。なるほどですね。いや、このセパタクローっていうところに関しても、まあ、まだまだ聞きたいことっていうのは本当にいっぱいあるんですけども、はい、じゃあまずそのセパタクローとは何ぞやっていうところ、はいはいはい、そういうところを知らないことには、はい、みんな多分ついてこれないと思うんですけど、はい、セパタクローっていうのは、はい、あのまず言葉なんですけど、セパっていうのがマレー語で蹴るっていう意味で、タクローっていうのがタイ語のボールっていう意味です、はい、グレーのグレーの、あ、違います。びっくりした。黄色っぽいなと思ったんだけど。それの造語でセパタクローっていう風な言葉になったんですけど、はい、でその競技が、まあ、僕の簡単な説明をいつもするときには3つの競技が、うん、まあ、携わってるというか、うん、組み合わさってる競技で、うん、1つがバドミントン、はい、で2つ目がサッカー、なるほど、で3つ目がバレーボールです。うん、はい、でこの3つ何かっていうと、1つ目のバドミントンが、うん、コートがもう全く一緒です。あ、なるほど。ネットの高さまで全く一緒です、バドミントンコートでやるスポーツ、はい、で2つ目のサッカーが使っていい部位ですね、球技なんですけ ど、 ど、はい、使っていいところがもう手以外のところだったら、うん、頭でも胸でも背中でもどこでもいいです。で3つ目のバレーボールっていうのが、うん、チームで3回以内に相手コートに返しましょうっていうのがバレーボールです。それが全く一緒で、この3つが掛け合わさったのがセパタクローっていう風な競技になります。これはどこの国が強いとか、どこの国が発祥とかっていうスポーツではあるんですか？はい、今の名前の造語なんですけど、セパタクローは大体タイとマレーシアがまあ母国って言われていて、まあ、ほぼほぼタイって言われてますね。はい、どうなんですか、そのタイとかマレーシアでやってる人たちはこのプロっていう扱いなんですか？そうですね、はい、プロリーグが向こうではしっかりとあるので、それで選手として契約をしてやってる方々がもうほぼですね。なるほど。それで、まあ、生活というか、はい、そういうことをしてるような。そうですね、すごい、はい、日本はどうなんですか、そこまでの形が出来上がってるのか、はい、まあ、正直な話、林選手に会うまで、うん、そのセパタクローをしながら、うん、社会人でセパタクローをしてる人っていうのに出会ったことがなかったので、どういうレベルのというか、どういう感覚のスポーツ選手として、はい、自分が活動してるのかなっていうのは、はい、まず日本ではプロっていう契約はないですね、はい、プロ選手というのはないし、まずプロリーグみたいな国内のリーグっていうのが存在しないです。はい、でなので基本的に選手たちは、うん、まあ、大学生だとか学生を終えたら、うん、まあ、自分で企業に就職をして、うん、でそこで理解を得て、仕事終わった後に練習をして、うん、そのまま継続して選手として活動して、まあ、世界大会だとか長期遠征の時には、うん、会社に理解をしていただいて休んで実費で世界大会に行くっていうような感じですね。やっぱりそこは実費になるんですね。そうですね、がもうほとんど大半ですね。今は企業様がいろいろと支援してくださるような体制も増えましたけど、うん、私が当時就職した時はもうほぼほぼそうでしたね。なるほど。今でこそ、まあ、こうやって元日本代表って世界に銅メダルとか銀メダルとか取ったような結果を残した林選手じゃないですか、はい、じゃあその本格的に大学で、そのセパタクロを始めた大学ですよね、本格的に始めたの、はい、そこからそういったところになるまでのストーリー、はい、道のりっていうか、どういう過程を通って、はい、そのサッカー、本気でサッカーをやってた人がその大学で日本代表、そして世界で戦うっていうところになるまで、どういう風なストーリー、歩みを、はいはい、僕が一応出会ったのが先ほどの高校生の授業だったんですけど、はい、もう高校生の2年生ですね、高校2年生でもう本格的に僕は本腰入れて始めたんですね。なので本来サッカーって高校の3年生の遅くまで続けると思うんですけど、僕はもう高校3年生になったら、早々に部活動引退をして、もうすぐにセパタクローに転校したんですね。でそこから大学に通わせていただきながらやったんですけど、まあ、サッカーからすぐセパタクローに変えたきっかけとしては、まあ、僕162センチってすごく小柄で、はい、サッカーやる中でもかなり小柄だったんですけど、はい、まあ、今の長友選手のように足が速くて、うん、まあ、
ボールを蹴れてみたいな感じだったんですけど、やっぱり高校生ぐらいになったら正直あの夢見てたものが難しくなる、感じちゃう年頃じゃないですか、うん、なるほど、正直、うん、で高校2年生で、選ばれてる選手はもう上手なトレーニングもこう選ばれてると、うん、自分は選ばれてないと、うん、まあ、これからどうするかな、サッカー続けるかなっていうふうに考えてた時にちょうどこのセパタクロと出会ったので、うん、でその講師の方が現役の代表選手だし、うん、まあ、代表選手を目指してやってみないかっていうふうな話があったので、うん、だったらサッカーを続けて行くよりもセパタクロに転校して、うん、まあ、思いっきりどこまで行けるかわからないけどやってみようっていうのがもう転校するきっかけになりました、ね、これはでも結構すごく大切な話だと思っていて、うん、そのサッカーを本気でやってた子が夢破れた時に、うん、そのまま他のスライドすることが見つからないと、うん、夢破れた気持ちのまま終わっちゃうっていう子が多いと思うんですよ、うんうんうん、だけど、まあ、林選手みたいに、うん、その次目指すところが見つかるっていうのはすごくその人にとって大きいと思うので、うん、ここは結構皆さんにこの意識して聞いてもらいたいっていうところなんですね。サッカーやったらフットサルとか、うん、そういった選択肢っていうのは見えると思うんですけど、うん、林選手みたいにセパタクロを始めて日本代表になったっていうところ結構大切なところだと思うので、うん、でまあそうなった時に日本を背負うっていう形で戦えるわけじゃないですか、うん、なんていうんですか、その自分がやってる時の、うん、なんだろう、気持ちというかどういう気持ちを持って日本代表、うん、やっぱり普通じゃないわけじゃないですか、うん、そこの気持ちっていうかどういうモチベーションを持って、うん、セパタクロのそこを日本代表っていうのを取れた取らないっていうところの変わり方っていうんですか、気持ちの、はいはいはい、そこを聞きたいですね、うん、はい、あの最初に代表選手として遠征に帯同できたのは大学1年生の時だったんですね。早めにこう選考していただいたんですけど、正直その時は、日の丸が胸についてるんですけど、うん、日本代表選手だっていう感覚というか、うん、そういったのはもう全くなかったですね。一緒についてってるっていうだけの感覚だったんですけど、まあ、それを感じ始めたのはやっぱり自分が代表選手としてもう正規メンバーにしっかりと選ばれて結果を出さなきゃいけないポジションになった時に、まあ、何のために選考があって何のために遠征に行くんだっていう風なことを感じてからですね、それから試合に向き合う姿勢だとか、一番やっぱり変わったのは試合以外、コート以外での立ち振る舞いとか言動だとか、そこが日本代表選手としてあるべき姿、行動を取りなさいというふうにやっぱり先輩方も見せてくれてましたし、あの言葉だけじゃなくてそういうふうに見ていたので、あ、それをしっかりとやらないことにはコートで立てないんだなっていうふうに感じたのが一番、代表選手として大事なんだなっていうか、それが違うところなんだなっていう、国内でやるだけじゃなくて海外に行くといろんな各国の選手が自分のことを日本の選手っていうふうに見てるんだなっていうふうに感じたのが大きな違いでしたね。なるほど、はい、そのなんていうんですかね、試合に控えメンバーか自分が中心になっていくっていうところで、自分がその日本代表っていう自覚っていうのは、自分の中での自覚っていうのはそういうところであったかもしれないけど、その補欠としても日本代表っていう肩書きを持って入るわけじゃないですか、そこで周りの声とか周りの人の見る目っていうのは結構変わったりしたんですか、そういう。当時、大学1年生で遠征に連れてってもらったんですけど、正直そんなに変わらなかったんですね。自分もそんなにこう代表選手だぜみたいな、ことは言ってなかったので、まあ、ひっそりと代表選手をやってたっていう感じだったんですけど、そこ結構今重要なことだと思っていて、まあ、林選手が代表になった時っていうのはもう15年ぐらい最初に、はい、その当時は大学生とか、はい、だから十何年前だと思うんですよ、はい、でも今ってSNS とか個人で発信できるものがあって、それがかなり重要なところを占めてくるので、やっぱりそうやって林選手は自分が自覚したっていうところで日本代表っていうところの大きさを自分で感じたと思うんですけど、やっぱりスポーツがマイナー、みんなメジャーになっていかない、知ってもらえないっていうのは、あのこうやって自分だけの世界、自分自身、僕自身もそうなんですけど、自分自身で俺はチャンピオンだと、人に言わないでも俺はチャンピオンとしての行動をするっ
って言った時になかなか人に伝える機会がない、伝わらないので競技が広がっていかない、うん、でその重要性が広がっていかないっていうのもあるのと思ってるんですよ、うん、自分は。でもし、うん、その当時の林選手に、うん、今の SNS だったり、うん、こうやってこのラジオだったり発表できる場所があったら同じ行動を取ってたと思いますか？いや確かにそう言われると今やっぱりツイッターだとかインスタグラムって発信する機会がたくさんあるし、うん、まあ、知ってほしいというか、例えば遠征選ばれたようだとか、遠征に初めて行くよみたいなものを発信するだけでも、うん、まあ、知ってもらう機会は今と比べると、まあ、普段と違うだろうなとは思いますね、うん、はい、そうですよね、はい、やっぱりそういうことが知ることによって、よくメジャースポーツ、うん、マイナースポーツっていうところでの一番の差っていうのは、多分メジャースポーツっていう風にイメージできるスポーツってそれで生活ができてるかどうか、うん、その知ってる競技か知らない競技かっていうのも大きいですけど、うん、その周りの人が選んだ時に、うん、その競技で生活できるかどうかだと思うので、うんうん、そのスポーツを知ってもらうことでその生活が成り立っていくと思うので、うん、そういうところは今後の選手とか、うんうん、そういう活動で今林選手もそうやって思うように、うん、多分これからの指導に関して言うと、うん、競技力を上げるっていうところだけじゃなくなってってきますよね。そうですね、はい、うん、なんかそういうところの活動っていうのもやっぱり我々、うん、今、まあ、30代40代にかかる我々っていうのは、うん、そのスポーツをやっていく人たちに対して伝えていくべきところなんじゃないかなっていうのは正直感じますよね、はい、うん、っていうところでじゃあちょっと一回曲の方に一回行ってもいいでしょうか、うん、まあ、ここでアスリートに関係する曲っていうのを、うん、流していきたいなと思うんですけども、うん、コールドプレイでビバラビダ。ということで今流した曲も、まあ、林選手に関わる曲なんですけど、この曲のなんていうんですか、意味というか、はいはいはい、これがですね2014年の、インチョンのアジア大会の時に流れた会場で流れた曲なんですね、うん、はいはい、っていうのがこの、
流れたタイミングが、うん、男子の日本代表選手寺本進っていう、まあ、今でいうレジェンドみたいな、うん、選手も引退されたんですけれども、うん、まあ、すごくお世話になったその代表選手がダブルスの種目で最後にメダルを取った瞬間に会場で流れた曲だったんですよね、うん、まあ、その時がすごく映像で頭の中でも残ってるし、曲と一緒にこう頭に残っていたので、うん、まあ、この曲がまあ、街中だとかお店だとかで流れると、うん、もう一緒にあのメダルを取った時の映像が頭の中に出てくるっていうのがずっと残ってますね。あ、いいですね。はい、やっぱりスポーツをやったり何かしてるとやっぱりそういった自分のね生活とかにその思い出になったりとか、うん、そのこれをしたきっかけでこれを思い出すみたいなのがあるんで、はいはい、やっぱりそこはすごくいいところですよね。うん、でこっからなんですけど、うん、まあ、ちょっと話題を変えて、うん、あのさっきはこのスポーツに関係したことをいろいろ自分のセパタクロをどうやってやってきたとかそういうことを、ね、話してもらったんですけども、うん、はい、まあ、我々のね、うん、あの職業柄というか、うん、もう本当に真面目になっちゃう、スポーツの話をすると本当に真面目になっちゃうので、うん、もっとねちょっと聞きやすいというか、あの皆さんの心をこうキャッチするような、うん、はい、ちょっとこのなんかファニーなお話をしていきたいなと思うんですけども、うん、はい、まあ、今後今ねこの林選手はどんなことをやってるとか、まあ、そういうことを聞いて、でこれからそういったスポーツとか、うん、スポーツを通してどういうことをしていきたいのかなっていうのを聞いていきたいんですけど、うん、そんな感じでいいでしょうか。はい、お願いします。 ありがとうございます。あ、今あのスポーツどう今何をどんなことをしてるんですか。はい、その、まあ、肩書きはいっぱい書いてあったんですけど、はい、中心的なこと、はい、まあ、基本的にはあの NPO 法人の富士見セパタクロークラブでヘッドコーチとして、はい、指導する兼自分も選手としてまだ継続しているので、まあ、そこでクラブを、去年法人化したんですね、はい、なのでこれからどん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 、地域貢献してクラブを大きくしていって、うん、どんどんセパタクローができる環境を整えていって、はい、まあ、選手としてやりたいって言ってくれる人たちを、うん、一人でも多く受け入れるような形にしていきたいなっていうのが一番主要ですね。これ間違ってたらあれなんですけど、はい、確か、はい、あれですよね、日本で初めてセパタクロー法人、あ、そうです、はい、ですよね、はい、そこをちょっと皆さんチェックしていただいて、やっぱりどこでできるかって結構大切だと思うので、はい、やっぱりその、うん、今の我々がそういったところを広めていくっていうのも結構やりたいって思っても、うん、どこでできるか分かんないと結構 、うん、ね、やる人たちを迷ってしまうので、ぜひねそこら辺も広げていければいいなと思いますよね。お願いします。いいですよね、はい、そういうことなんですよ。でここからこうやってセパタクロをやっていって、このどういうふうにはい、これからどう関わっていくのかなという、はい、スポーツとして、そうですね、今の NPO 法人の、うん、富士見セパタクロクラブでいうと、まあ、競技だけをやっていても、まあ、近藤さんも言われているように、うん、なかなか知ってもらう機会だとか、うん、見てもらう機会、選手を増やすって言ってもなかなか難しいので、はい、まあ、クラブとしてやる中で、今 SDGs って言われるあの世界のこう保全というか、そういうふうな環境問題だとかも一緒に連携して、そういったところでセパタクロはあのそういった地球のことも考えてじゃないですけれども、まあそういった部分も取り組みを今始めていて、いろんな形で応援支援してくださるような形でこの法人を知ってもらえればなっていうのでやっていて、でクラブとしてはそうなんですけれども、まあ個人としてはまあ、セパタクローという競技やっていても、うん、いわゆるコーチングでご飯を食べれたりだとか、はい、そういう指導者として食べれるという環境がやっぱりないので、はい、まあ、それをセパタクローで培ったこの体の、まあ、バランスというか、うん、ボディコントロールみたいな部分を生かして、まあ、今トレーナーっていうような形で、うん、選手にトレーニングを一緒にやるっていう風なもので知ってもらう、うん、でセパタクロって本当10年20年前全く知らないっていう人たちがほとんどだったんですけど、今は、セパタクロって聞けば、ああ、あの競技ねとか、あのひっくり返ってなんかスパイクする競技みたいな、いう風な認識は持っていて、
ただいてるので、うん、まあ、セパタクローという競技って、まあ、難しいというのも一緒につくんですけど、うん、まあ、すごい身体能力だよねとか、うん、バランス力すごいよねとか、うん、なんか体幹すごそうだよねみたいな全部言ってくれてるので、それを一緒にトレーニングで指導で覚えていきましょうというふうな立ち振る舞いで指導できたら、一緒に選手としてもできるだろうし、うん、セパタクローっていうのはそれで付随して、見てもらえたり覚えてもらうきっかけになるかなっていうので、初めてやってますね。なるほどですね、うん、このセパタクローって、まあ、イベントで結構林選手と知り合ってから、うん、セパタクローの試合見るようになったり、実際にね林選手の動きとかを見るようになったりした時に、うん、まあ、それまで正直自分自身もイメージはあったけど実際に見たことはないって感じだったんですけど、もう本当にこれ話したいことが山ほどあるぐらい面白い場面というか、もう見ててもうくるんくるん回るんで、で攻防も3回パスしたら絶対打たなきゃいけないとか、でアタックの仕方もオーバーヘッドキックみたいな、結構女子の選手も結構なんかすごい足高く上げて、あ、そんなフォームで打てるのみたいなフォームで打ったりもするので、うん、見てるだけでそのエンターテインメントとして見るだけでも結構動きがあって見やすかったり、うん、あとは何そのフォームってちょっとなんていうんですか、面白い感じ、うん、これ本当にこの動画で伝えたいぐらい、そうですね、動きで伝えたいぐらいなんですけど、はいはい、そういったことも見どころっていうのはやっぱりたくさん出てくるので、はい、知ってもらって、うん、でこういうしやってる人の話を聞くと、うん、もっともっと楽しかったり、うん、興味があることって出てくると思うので、うん、ぜひちょっとね何かきっかけがあれば足運んでもらったりとか、うん、逆に林選手が近くに来てくれるって思うので、うん、そういったねなんかこうキャッチボールができるといいなとは思ってるんですけど、うん、はい、今日は全然龍子さんが話さないのでどうしちゃったのかなと思って、ま、はい、本当は林選手とうちの龍、ね、子さんは同い年で仲良しなので、うん、ね、本当は話し続けどうしたの今日は一生懸命林選手の話を聞きながら、あ、素晴らしいなと思って、同じ年に生まれたのに違う人生を歩まれている林選手、興味を持ちましたすごいなんかいいこと言ってる感じで終わろうとしてるけど大丈夫なの、それでそれもう思いの丈はそれで、今日はそれでいいよね、うん、大丈夫、それでいいんだけどもうこのね番組を聞いて、うん、それさっきのもう林選手が言った通り、皆さんの中のその選択肢、うん、その人生の中で何かをチョイスする、じゃあスポーツってなった時の選択肢が増えてもらえるっていうのが、うん、一番我々がこうやって話をさせてもらって嬉しいところなので、うん、ぜひねそういう風に、皆さん情報としてでも、うん、スポーツ、いろんなスポーツを覚えていただけたらなと思います、うん、はい、はい、ね、そろそろ終わりになってしまいましたかすごいね、すごいロートーンからのねすごい終わりだけど、林選手どうだったでしょうかね。いや、すごく番組は楽しい時間でしたね、本当にいつもの2人と、うん、ただただスポーツに対して会話するだけなんですけど、うん、いやでもこういう、うん、まあ、我々が楽しんでるので、きっと聞いてる側、我々が楽しかったら聞いてる人たちもすごく楽しんでもらえるかなと思うので、 ありがたいですね、すごく楽しい時間でした、ありがとうございますはい、この時間は SSC シェアハッピーラジオ、アスリート夫婦のアスリートライフをお届けしてまいりました。次の放送は6月20日日曜日16時からの放送です。この番組はボディベーシック、ドリームファクトリー、金砂食品、片梨、日本醤油工業亀甲日本、伊藤園、ディテールブランディング、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしました。この後17時半から18時、姉妹番組 TSC50 の今夜はポーを放送されます。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください、お届けしましたのは、今野明と今野龍子、林正則、アスリート夫婦のアスリートライフ、また来月聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。